対局開始。お願いします。相手の得意戦法は石田流ということですので、まあちょっと居飛車を最近はやってみてるんですけど、なんかこれ相手も居飛車になりそうですね。振り飛車党じゃなかったのかな、はあ、よくわからない。まあ、お互い左美濃になりそうですね。まあ、やっぱりね、振り飛車党は美濃囲いが好きという傾向がありまして、まあ、好きというよりもね、恋してるって言った方がいいかな。あ、これ右四間飛車になるのかな。右四間飛車になりそうですね。これは一回受けといて、これ8八玉と入らない方がいいかもしれませんね。8八玉と入ると玉の、まあ、でもまあ8八玉から8七玉っていう天守閣はありえるか。左美濃左美濃なんですけど、この瞬間ちょっとね、天守閣美濃にしよう。これは受けるか。まあ相飛車で、まあ相飛車っていうか右四間飛車なんですけど、あー戻るのか、どうしようかな。あー、まあ、やっぱこっちも右四間にするか。次4六歩からこれ取ると同飛車ですか。これ桂馬跳ねる、あー、いや、これ突くか。まあこれで相手の、まあね、この4筋をねちょっと圧迫するような構想で、いきたいなと。これ取ると何か問題あります。あー、問題あるか。角交換して同桂で6六歩っていうくさびが入っちゃうかな。なので、でも7の角成りにはさすがに同桂と取らざるを得ないですよね。あ、でも6六歩も同金で角打たれても飛車回って大丈夫か。おお、それは角で取ると、これ角で取っちゃうと、これ同角同、同角同金で3九角打たれても、6八飛車と回って、これ回って何か問題あるんですか？問題あるんでしょうか？あー、なるほどね。あ、そっか、そういう手があるか。じゃあしょうがないな、もう。あ、でも、そっか。しょうがないですね。まあ、ぶつけるか。もう同銀と取ってきたら同金とやっちゃうかな。同歩だと5七銀食らっちゃうんで、同、これもう金でね、グイッと。まあでもちょっと怖いですけどね、玉頭もちょっと弱いので。さあ、ここで考え、なんだその手は。ただこっちから取るか。馬で来てくれるんだったら、別にいいんですけどね。あ、金で取るの？まあ取らずね、手に困った時は飛車を攻めろっていうのが格言なので、いや、ほんとそうなんですよ。手に困った時は、だいたい飛車を攻めればいいというね。まあ、それ、そういうあの格言というか、なんというかね。で、相手の飛車を抑え込むって手も悪くないですよね。基本、やっぱりなんだかんだでしね、将棋って飛車だったりするんで、身も蓋もないこと言うけど、将棋って所詮飛車なんですよ。1分30秒。将棋は飛車に始まり飛車に終わるみたいなのがあるんで、残念ながらね。本当は角と言いたいところなんですけどね。いや、将棋は角でしょと言いたいところですが、ただそれは、それはですね、あ、これ桂馬なってくる手があるな。そうですね、桂馬なってくる、そうなんだよな、そうなんですよ。取っか。あー、もう分からん。とりあえず適当なことやるよ。で、これ馬がまあ効いてくるんだけど、まあ強気に取られたらどうする。取ってどう、おお、これは集めろか。まあ、角でも打ってきますか。なんかよくわかんない。1分。よくわからない。取ったら同馬で、
まあ、飛車走ってくるでしょうけど、いや飛車走らないか、そんなそん、これ相手焦ってますね。もう時間もないし、同銀なり同玉で受け切りでしょう。これ受け切ったんじゃないのかな。6八竜と張り込んできても、あーそういう手もあるか。あーそうだね、これでもこういう手が、あーでもこれ、あーちょちょちょ、またこれまずいな、これ、ま、銀取られて、あーそっちか、まあ、でもそうだ、これ銀取られてさ、同銀これまずいですね。これこうするか、あでもこれ同角なり、あちょっと待って、これまずいな、局面的にまずいですね、ちょっと。まあでも時間切れが、はい、時間切れなんですけどね、はい、時間切れで勝ったんですけど、まあまあまあ、まあ、でもちょっと最後ね、ちょっと局面を悪くしたような気もするんだよな。まあせっかく棋神解析権とかたくさんあるんで、もうちょっとグラフでも作ってもらいましょうか。将棋の神髄を学ばなかったら良い、助けに来るぞ。助けに来る、助けない、助けに、やっぱりちょっと終始悪かったかな。で最後ちょっと悪かったですよね、これね。明らかに悪かったわ、これ。これだってこれね、同角成とされたときに、ちょっとね、反転、あれ反転、これ同角成とされてさ、同銀とすると6六金とかで王手馬取りになっちゃいますし、同角成同玉と取ると、7八金同玉6八金とか打たれて、なんか寄り形になっちゃう感じなんで、ちょっと悪かったですね。でこちらがいい局面とかもあんまなかったみたいですね。互角ぐらいはあるけど、ちょっと相手のが優勢な感じなんだけど、相手が決めきれずにっていう感じでごまかされてきたっていう、そういう感じですね。まあ、そんな感じなんですけど、あのさ、私事なんですが、この前さ、あ、ちょっと今日ちょっと汚い話するんで、汚い話、下品な話嫌いな人はちょっとここで終わりにしてくださいね。で、汚い話が聞きたいよっていう、そういうちょっとね、下品な方、変な方、歩き人マニア、歩き人が話すなら何でも聞いちゃうっていう、そういうね、信者さんはぜひこの後も聞いていただきたいなと思うんですが、ですね、まあ、早い話が、うんちしたらさ、うんちに血が混じってたんですよ。っていうのはね、いつもさ、うんちって大体茶色なんですよ。ですが、なんかブリッとうんちして、で流そうと思ってこう便器の中見たら、なんかそのうん、なんかなんていうのかな、そのね、だからそのトイレの便器ってさ、こう水が満たされてるじゃないですか。でこう水、こうだからこういう風に感じでトイレがあって、でこの水の中にさ、うんちがポトンと落ちますよね。でその水にさ、なんかちょっと水がなんか赤っぽく色ついてたんですよ。でちょっとお尻さ拭くじゃないですか。で拭いたらなんかちょっと血がついてたっていうかね、そんな感じなんで、まあ、要はそのうんちに血が混じってたっていうことなんですよ。でちょっとびっくりしちゃってさ、まあちょっとね、なんか何が起きたのかなっていう感じだったんですけど、ただ次の日にまたうんちしたら、そういう血は出たりしなかったんですよね。でそれ以来全くそういうことはないんですけど、で1回だけなんですよ。1回だけ血が混じってたんですね。でこういうことってね、以前にもあったんですよね。てか結構昔なんだけど、小学生の時にさ、小学3年生の時にも同じようなことがあって、うんちに血が混じってたんですよ。でびっくりしちゃってさ、ビビっちゃって、なんで血、なんかすごいさ、
大変な病気にかかってしまったんじゃないかってさ、すごいこう心配になって、で家にあったさ家庭の医学っていう本があってね、家庭の医学、今はあんまりネットで検索する人が多いからあんまり家庭の医学ってないうちが多いかもしれないけど、うちにはその家庭の医学っていう本がさ本棚にドンと置いてあって、でその家庭の医学って聞くとなんか症状から、こういう病気がありますとかこういう症状とかね、まあ、そういうのがいろいろ書かれてるんですよ。でそこで便に血が混じったっていうね、便に血が混じったとかいうなんかその欄を引いたら、便に血が混じる病気としていろいろさこういう病気の可能性があり可能性あり可能性ありっていろいろ書いてあるわけですよ。でそれ見てるうちにさ怖くなっちゃってさ、すごい怖くなっちゃって、でその時もやっぱり次の日にはね血が混じってなかったんですよ。だからあれ昨日のうんちに混じっていた血は一体何だったんだろうってね、もうケロッとさしてた、なんていうかな、そのまあそれ以来その特に何事もなく、血が混じるっていうこともなかったんですけど、またさ今回1週間ぐらい前だったかな、血が混じってたんですね。でもその1回限りですよ。まあ1回限りだから、ああまあ別に問題ないかなってさなんとなくやり過ごしてるだけで、これが2回3回とねずっとさ毎日のように続いてたらやっぱり心配になっちゃいますよね。ちょっと病院行った方がいいかなってさ、そういうね、まあ、そういう話なんですけど、まあ、ちなみにさ小学3年生の時にはその家庭の医学見て、すごい怖くなっちゃってさ、いろいろ考えましたね。こう自分がすごい重い病気に実はかかっていて、なんかそのまあだからさいろんな病気、あるわけですよ。まあその血が混じるって言ったらさ痔とかもあるじゃないですか。まあ代表できるんですよね。痔とかさ、あとなんかその大腸がんとかね、まあ、こういう病気もありますよね。あとその、これちょっとあんまり知らない人が多いと思うかもしれないけど、腸重積だったかな、腸重積症っていうのかな、なんかこういう病気があるみたいですね。これも家庭の医学に載ってたんで知ったんですけど、ちょっと検索してみます。腸重積症っていうのかな。そう腸重積症ね、まあ、子供に多い病気と言われますよね。まあその大腸がちょっと ねじれるっていうか、その、一部がちょっとその、まあ、通行止めになってしまって、まあ血、まあ、便に血が混じるっていうね、まあ、そういう病気らしいですね。だからまあその子供はそういう病気になることもあるよっていう、だから そういう病気とかもさすごい家庭の医学に書かれてたからすごい心配になっちゃってさ、いやもちろん現代の医学でね、大抵の病気治るかもしれないけど、でもなんかすごいね考えすぎちゃうんですよね。自分の性格上もしこうなったらどうしようとか、ああだったらどうしようとかさ、まあ、特にその病気に関してさやったらと心配する癖が昔からありまして、ねえ、なんですかね、例えばその、まあ、これは結構大きくなってからなんですけども、なんかある時咳が出てさ痰が出て、そなかなかそれが治らなかったことがあるんですね。で、
それでもやっぱりさ、あれなんか胸が痛い気がするとかね、これはただの風邪じゃないかもしれないってね、なんか恐ろしい病気にかかってしまったのかもしれないとかさ、なんかあれこれあれこれさ、すごいこう悩み抜いて、で病院行ったらさ、なんかまあまあこれまあなんか風邪っていうか、これもしかしたらアレルギーじゃないですかねって言われて、熱もないみたいだし、これはアレルギーですねみたいな感じで、じゃあアレルギーを抑える薬出しておきますので、まあ飲んでみてくださいって言われたんですよ。でね、でその時は、その咳とかね、痰っていうこういう症状に対してアレグラっていう、まあこの薬を出されまして、でアレグラっていうのはアレルギー症状の薬なんですね。で、まあアレグラ飲んでたら、まあいつの間にか良くなってたんだけど、なんか思うにさ、アレグラのおかげで助かったというよりも、その病院の先生が、ああこれ別に大したことないですよ、アレルギーみたいなもんですよって言ってくれたから、あそういうもんかと思って、気が楽になったっていう、そのさ心的な要因が大きいんじゃないかなって感じがするんですよ。やっぱりなんかさ、気は病から、あ、じゃない、病は気からと言いますが、だから自分の場合、なんかその心配しすぎることによって自分の体をね悪くしてるっていうかさ、そういうことが、あるんじゃないかっていう、そういう勝手な推測をしてまして、ほんとね、考えすぎると体に毒だなってね、思うんですね。だからだからむしろさ、その何か自分に、まあ症状の病気とかなんかそういうのあったとしても、その病気を治す薬ではなくて、心配を消し去ってしまう薬というのが一番有効なんじゃないかって気がするんですね。つまりその、つまりね、心配、つまりね、心配なくす薬、この薬を飲めば、不安事や心配事が何にもなくなっちゃいますっていうね、今悩んでることが全部ね、もうそんなのどうでもいいっすからみたいな感じで心配なくなっちゃいますっていう、そういう薬があったら、なんかそれが一番自分にとっては一番いい薬になるんじゃないかっていう感じがするんですよ。副作用ないこと前提ですからね。抗精神薬とかでさ、そういう不安なくす薬とかそういうのあるんでしょうけど、そういうのはさ、やっぱりそのちょっと副作用とかも心配もありますのでね、だから直ちに心配なくす薬飲みたいってわけでもないんだけど、ただなんか、なんか恐れてることが一番良くないのかなって感じがするんだな。てかさ、極端な話さ、心配なくすっていう薬と、じゃあ痛みをなくす薬っていうのがあったとしてね、じゃあ純粋な意味でですよ、その副作用があるんじゃないのとかね、なんか薬に頼りきりになっちゃうんじゃないのとかね、なんかそのそういうデメリットとかそういうのは全く抜きにして、心配なくす薬と痛みをなくす薬、まあ、痛みというのは不快感っていうのかな、不快感というものを全部なくしてしまう薬だから、そのだるさとかね、痛みとか痒いとかさ、そういうその身体的な肉体的な苦痛をなくしてしまう薬と、それから心配なくすというのはその精神的な苦痛をなくす薬というものがですね、これできてしまったら、この2つがあったらさ、あとの薬いらないのかなって感じもしなくもないんですよ。いや、だから寿命は分かりませんよ。つまりその痛みはなくしますが、病気そのものは治ってるわけではないので、痛みをなくしても病気は治らないんですよ。だから、痛みをなくして心配事をなくすことによって、自分の病気とまともに向き合わなくなってしまうので、
寿命を縮めるという恐れはあるんですよ。だそれまだ分からないんですけども、ただ少なくとも、心配事が消えちゃいますと、で痛みもなくなりますっていうさ、そういう薬があったらなんかどうですかね。その薬があればもう自分はもうそれだけでいいような気も しなくもないというか、まあ、それはね、も大きな病気したことがないから言えるのかもしれないけど、でもさ、病気って別に苦しいから困るんですよね。で将来が不安だとか、そういう心配とか不安とか、その精神的な面でさ、あ僕死んじゃうのかなっていうかね、まあ、死ぬのは当然なんだけど、そういう不安があるから困るわけでしょ、ね、でなんかその痛いとか痒いとかね、辛いとか眠いとかだるいとか、そういうその身体的症状があるから困るわけでしょ。だったら両方ともそれを取り除いてやれば、あとは別にどうでもよくねえみたいな、そういう考え方もあるんだよな。どうでしょうね。まあちょっとまずいかな。痛みをなくすことによって別にね、痛みはないけど、あもう全然問題ないっすって元気もりもりって言って活動しまくって、でも実は体内で病状が変ね、本当は怖い、なんだっけな、あの怖い番組あるじゃん、本当は怖い、本当は怖い家庭の医学っていうさ、そういう番組ありますよね。今でもやってんのかな。その、あの、あれですよ、北野武さんが出てくるあの番組。でも本当は怖いっていうか、私にとっては家庭の医学って本そのものがもう恐怖の書なので、本当は怖いというよりも怖いのは当たり前なんだけど、山田さんの体内では恐ろしいことが着々と進行していたのです。山田さんは市販の薬を飲んでごまかしました。そして症状は治まったので治ったと思ってしまったのです。しかしその病魔は確実に山田さんの体の中を侵し続けていたのです。それから1ヶ月経ったある日、山田さんはめまいを感じました。この時病院に行っていればよかったのですが、山田さんはまた大したことないと思い、その症状を放置してしまいました。このめまいこそ病からの最終警告だったのですとか言ってね、あれ怖いんですよね、あの番組。怖いんですよ。でも怖いけど、でも心配なく薬飲んじゃえば、心配なくなっちゃうんだから怖くないんですね。怖くないんだけど、死んじゃうんですね。で死んじゃうんだけど怖くないんですね。いつの間にか死んじゃって、あれ死んじゃったわっていうね。まあもう死んじゃったけど別に痛くないんで、で心配もないんで、っていう。どうなんですかね、こういうのね。ちょっと考えてることが極端すぎるかな。心配とか痛みもなくしながらね、病気そのものに対する根本的治療もするした方がいいじゃないかとかいう、それはまあ常識的にはそうなんですけど、ただその私は極端なこと考えますのでね、極端にバッと振り切ったらどうなるんだろうってことを考えますので、だからそのなんだろう、だからそのね、小学校3年生の時にうんちに血が混じった時もね、これ大腸がんかもしれないとかさ、考えるわけですよ。ね、別にがんだって、そのさ、そんな小学生がね、大腸がんとか、まあ、聞かないですよね。まあ、白血病とかね、小児白血病とか、まあ、たまに、まあ、なくはないけど、でも、大腸がんとかね、胃がんとか肺がんとか、肝臓がんとか、いやー、聞かないですよね、あんまね。でも例外はあるかもしれないじゃんって思うわけですよ。でその大腸がんが、もうすでに手遅れになってるかもしれないじゃんとかね、思うわけですよ。で病院に行くと、これは結構進行してますね、とりあえず手術してみましょうかって言ってね、で手術がまた怖いじゃないですか、切るわけだからね、怖いですよね。いやそんな怖い思いするくらいなら、もう怖い思いをするぐらいならね、もう
何もし、ね、何も知らないうちにこのまま人生終わった方がまだいいんじゃないかとかさ、小学3年生の時の自分はそんなこと考えたりしてましたね。まあ、病院に行ってさらに怖い思いするぐらいならさ、ねえ、このまま何もかも忘れて、で、いつの間にか、コロッと死んじゃうみたいなね。いや、死ななかったんですけどね。幸いに。幸いなことに死ななかったんですけど、そういうことも考えたりしてたわけですよ。まあ、ちなみに、私は小さい頃、喘息持ちでしたし、まあ、割と体弱かったんでね。で、結構さ、体弱い人が、なんか大人になる前に死んじゃうとかさ、そういう話よく聞くじゃないですか。なんだっけな。これ前さ、ブックオフで立ち読みしたんだけど、小林よしのりさんっていう漫画家がいてね、小林よしのりさんが、なんかその、小学生ぐらいの時に、なんかその、自分、まあ、その小林よしのりさんは小学生の頃、結構小柄で、で、割とその体弱かったらしいんですけども、で、同級生に自分と同じぐらい体の弱いやつがいたと。体の弱い男子がいて、で、そいつはですね、まあ、大人になる前に、死んでしまったと。まあ、そういうことがですね、漫画の中に書かれてまして、なんかその小学生の時の自分は、なんかその、自分の体をね、結構悲観してたんですよね。ああ、僕の体は所詮ね、何十年も持たないだろうみたいなさ。だからどうせそのね、まあ自分が中学生になって、高校生になって、大学生になってさ、で、大人になって、で、自分の、お父さんやお母さんみたいな感じの、普通の大人になるっていうイメージが全くなかったんですね。まあ多分そんな風になる前に多分ね、人生終わっちゃうんじゃないかな、みたいな風に思ってたんですけど。いや、でもなんか終わらなかったですね。意外と人って死なないもんですよ。でもなんかさ、どうなんだろう、自分だけじゃなくてさ、結構その、なんか小さい時に、なんか自分はなんか早死にする気がするっていう、そういうことを思い描く人っているのかな？なんか、そうですね。これちょっと全然余談なんですけども、松任谷由実さんっていう歌手の方がいるじゃないですか。で、松任谷由実さん、まあ、もともとは荒井由実という名前でやってましたよね。で、その荒井由実の時代に、まあ、代表曲としてね、飛行機雲っていう歌があるんですけども、ジブリ作品の風立ちぬっていう作品の主題歌になったことでも知られてますね。まあ、飛行機雲っていう歌はさ、まあ要するに、まあ歌詞の内容からすると、まあその子供が、まあ病気で死んじゃうんですよ。死んじゃうんだけども、で、なんかその子供がその病気で、その病院から、まあ入院したままですね、退院できずに、まあ死んじゃうんですけども、で、周りから見るとさ、あんな若いのにね、一生終えてしまうなんて、なんかかわいそうだっていうかね、まだ若いのにとかさ、そんな風に見るんだけど、本人にとってはなんかあんまりそんなに不幸な感じじゃないみたいなね。大人たちはさ、まだ子供なのにね、病院の中でずっとね、まあ、病院の中でもう一生を終えてしまうというかさ、外の世界にまた戻ることできずに死んじゃうというのは、なんかすごいかわいそうだし、不幸な感じがするんだけど、でも本人からすると、別に、そういう感じでもないというかさ、ああ、空へ登ってくんだね、みたいな、なんかそういう、
感じなんですけども、なんかその結構その子供のうちって、意外とその性に執着しないところがあるというかね。でむしろ大人になってからの方が生きてるっていうことに対してやたらと執着するというかさ、何が何でもこの命を存続させたいというかね。子供のうちなんか意外とさ、小学生とかあるいはその幼稚園の頃とかね、なんかあんまりそのね命にこだわらなかったりするっていう、そういうのもねなんとなくわかるなっていうのがありますね。あんまり死ぬことに対してね恐れがないんですよ。うん、恐れはないんだけど、なんかそれよりもなんかその病気だ病気だとか言われて、なんかそのなんかね、まあ、病気、まあ別に死ぬのが怖くなかったら病気放置すればいいじゃんっていうのもあるんだけど、なんかその病気で苦しむっていう、なんかそのドロドロとしたのは嫌なんですね。ドロドロとしてて、なんかその先の見えぬ戦いとかそういうのが嫌なのであって、あっさり死んじゃうんだったら別にそれはそれでいいじゃんみたいな、なんかそういう考え方がですね、ある。でもしかしたらそれは自分だけじゃないかもしれないかなみたいな話、別に自分だけでもいいんですけど、うん、まあそんなとこでね、まあ、1週間くらい前にうんちしたらなんか血が出ました。なんかよくわかりませんけど、ちょっとね気になりはするんだけど、気にしてしまうと、不安のドツボに落ちることが分かっているので、あのことはなかったことにしようかなと思いまして、まあ心のね、まあ、心の、まあ、精神薬を自分で飲んだ気になってですね、まあ現実逃避かな、まああれはなかったことにするっていう感じで自分で、決めてしまうというかね、自分の中の国会で取り消しにしてしまうというか、そういう感じでこう、まあ、それでいいかなと思ってますね。まあ、実際に自分の体がどうなってるのかとか、血が出た原因は何なんだろう。まあ、もう何らかの原因はあるでしょうからね。何らかの原因はあるんじゃないかと思いますが、ただその原因に原因について考えてると、その自分の心がやられちゃいそうな気がするので、むしろ自分の心を守るために、いや、あのことはなかったことにというかね、いや、あれはもう関係ありませんからって感じで、まあ、臭いものに蓋をしてしまおうかなってね。だからその、あのトイレの、だから、ジャーって流すようなもんですよ。あ、もうあれも流しちゃったら終わりなんで、水に流れて終わりっていう感じで、はい、流れましたので終わりですっていう。私は結構自分の心をね、ごまかすためにそういうことやるんですよ。現実逃避というかね、現実逃避はすごく大事なことですね。現実は逃げた方がいい。で、自分にとって都合のいい現実だけを採用すると。都合の悪い現実は、不採用、ね、最高裁で却下するというのがやっぱり大事なことかなと思います。というわけで、まあ、ちょっとね、もう一回、まあ、もう一本ね、動画作りたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。